の会社しかない。リーリーとシンシンは明日生まれ育った中国に戻り治療を続ける予定です。自民党総裁選から一夜明け、石破新総裁は大臣や党役員の人事に本格的に取り掛かりました。総力結集を掲げる石破氏がどのような人事を行うのか注目されます。石破政権誕生した場合はどういう内閣にしたいというふうにお考えでしょうか。それは総力結集内閣っていうのは、そのオールスター内閣って人もいるけど、それぞれの力が最大限に発揮される、そういう内閣っていうのかしら。国会も党も合わせて体制にしたいなと思いますね。昨日 JNN のインタビューにこのように答えた石破氏は、今日から大臣や党役員の人事に本格的に着手します。昨日の会見では、自民党の四役人事をあさってまでに、組閣を10月1日に行うと話し、共に総裁選を戦った8人については最もふさわしい役職にお願いをするとしています。中でも総裁選で4位に入り、決選投票では石破氏支持に回った旧岸田派に所属した林官房長官については、要職での起用が取り沙汰されています。石破氏は今日側近の議員らと協議し、人事の調整を急ぐことにしています。自民党の新総裁に石破氏が選ばれたことは、中国や韓国でも速報で伝えられました。原来的那个国防那个什么吧，原来好像负责国防的是吧？没有什么太多印象，好像比较强硬吧。中国の SNS の検索ランキングでは、石破氏の選出が一時1位に。中国外務省の報道官は昨日行われた会見で、中日関係が正しい軌道に沿って健全かつ安定的に発展することを希望すると述べました。また韓国では、양국간의관계도좀개선이되지않을까그렇게생각합니다。韓国の政界関係者は、石破氏が憲法改正に強い意思を示していることが心配だが、日韓関係を台無しにするほどではないと考えていると話しました。韓国外務省は、日韓関係の肯定的な流れを続けていくため努力していくとコメントしています。自民党の石破茂元幹事長が新総裁に決まったことを受け、北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母早紀江さんが会見を行い、拉致問題を一番最初に一刻も早く解決してほしいと訴えました。本当にもう十何人の総理大臣の方にみんなお願いしてきたことで、今更という思いはありますけれども、まず拉致問題のこの40何年間という重い年月のことを一番にやるぐらいの気持ちでやらないといけないということをね、私たち家族も国民もみんな、強いのかと、みんなそう願ってますから。北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母横田早紀江さんは、自民党の石破茂元幹事長が新総裁に決まったことを受け、拉致問題を一番最初の政策に、そして一刻も早く解決してほしいと訴えました。石川県能登地方を襲った豪雨から今日で1週間です。被害が大きかった現場では復旧活動が続いていますが、元日の地震と今回の豪雨により住民は苦悩を深めています。輪島市門前町の仮設住宅に来ています。高校生やボランティアによる泥の運び出し作業が続けられています。能登半島地震の後に建てられた輪島市の仮設住宅では、今回の豪雨で床上浸水の被害が出ました。今日は朝から地元の高校生が加わり、片付け作業に追われていました。流木やこんなもんな、触りようないしね、みんな入ってるしら年配ばっかりやけ。石川県内では最大で115箇所あった孤立集落が昨日解消されましたが、今も27の避難所で456人が避難生活を余儀なくされています。また輪島市で住宅4棟が濁流に飲み込まれ、中学3年生の木曽葉音さんと前川正治さん80歳の2人の安否が分からなくなっている塚田川の河口付近では、海岸での捜索範囲を広げ懸命の活動が続いています。豪雨による死者はこれまでに11人で、6人の行方や安否が分からないままです。地震からの復旧復興もままならない中、被災地を襲った今回の豪雨、支援活動の長期化が懸念され、被災者の心のケアも求められています。イスラエル軍は中東エバノンにあるイスラム教シーア派組織ヒズボラの本部を攻撃したと発表しました。ヒズボラの指導者ナスララ氏を狙った攻撃とみられています。イスラエル軍は27日レバノンの首都ベイルート郊外にあるヒズボラの本部を攻撃しました。大規模な爆発が起き、複数の建物が崩壊したとみられ、保健当局は6人が死亡、91人が怪我をしたと発表しました。複数のイスラエルメディアによりますと、攻撃はヒズボラの指導者ナスララ氏を狙ったものだったということです。現地テレビはナスララ氏が死亡した可能性があるとのイスラエル軍の分析を報じる一方、ロイター通信はヒズボラの関係者の話としてナスララ氏は生存していると伝えています。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は国連総会で演説し、ヒズボラに対する攻撃を続ける意向を示しました。Hezbollah began attacks against Israel, which forced more than 60,000 Israelis on our northern border to leave their homes. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice. その上で、イスラエルには脅威を取り除き、国民を安全に帰還させる権利がある。我々はまさにそれを実行していると強調しました。イスラエル軍は28日も攻撃を行っていて、ヒズボラの兵器製造施設や司令部などを標的としたものだとしています。
木原防衛大臣は中東レバノンに在住している日本人の退避に備え自衛隊機を周辺国に派遣し待機するよう命じました。中東レバノンでは現地に拠点を持つイスラム教シーア派組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が続いています。防衛省によりますと昨日上川外務大臣から木原防衛大臣に対しレバノンに滞在する日本人の国外退避に向けた準備要請があったということです。これを受け木原防衛大臣は航空自衛隊の輸送機を周辺のヨルダンとギリシャに派遣し待機させるよう命じました。外務省関係者によりますとレバノンには現在50人ほどの日本人が滞在しており、このうち国外退避を希望しているのは10人に満たないということです。アメリカを訪問中のウクライナのゼレンスキー大統領がトランプ前大統領と会談しました。トランプ氏は戦闘終結に向けたロシア側との取引の実現に意欲を見せました。会談はニューヨークで行われ、ゼレンスキー大統領はウクライナはアメリカの強さを頼りにしていて、だからこそ2人の大統領候補に会うことを決めたと訪問の理由を説明しました。I think we have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukraine has to prevail. 一方、トランプ前大統領は私はプーチン大統領ともとても良い関係なのですぐに解決できると思うと述べ、戦闘終結に向けたロシア側との取引の実現に意欲を見せました。今日未明、東京練馬区の住宅に複数の男が押し入り、住人の男性2人に怪我をさせ逃走しました。男らは取り押さえられた際、闇バイトですなどと話していて、警視庁は現場から逃げた少なくとも3人の行方を追っています。警視庁によりますと午前3時前、練馬区大泉町の住宅で複数の男が住宅のガラスを割って押し入った後、住人の親子ともみ合いになり、その後逃走したということです。2人は頭などを殴られ怪我をしましたが、命に別状はないということです。男らは金品を奪い逃走しましたが、逃走の際このうち男2人が住民らに取り押さえられました。泥棒だってことで声が聞こえたんで起きたんですよ。出てきたらちょうど犯人がいて、それを追いかけたって感じかな。なんでやったとかいろんな聞いたら分かんない、闇バイトで、やってますってことで。警視庁は男2人を逮捕していて、他に少なくとも3人の男が逃走しているとみて行方を追っています。20代の男性が車にはねられ重体です。昨日午後7時ごろ、千葉県大網白里市の路上で、ひき逃げです。車が止まっていて、通報していたらいなくなったと110番通報がありました。警察によりますと、近くに住む20代の男性が倒れていて、搬送されましたが、意識不明の重体です。警察は現場の状況などから、男性が何者かに車でひき逃げされたとみて調べています。2歳の男の子と父親ら3人の車にトラックでぶつかり死亡させたなどとして起訴された男について、遺族が危険運転致死傷罪の適用を求める要望書を前橋地検に提出しました。鈴木五郎被告は今年5月、群馬県伊勢崎市でトラックで乗用車に衝突し、塚越湊ちゃんと父親の博人さん、祖父の正弘さんの3人を死亡させたなどの罪に問われています。警察は酒を飲み通常の運転が困難だったとして危険運転致死傷の容疑で鈴木被告を送検しましたが、検察は送検容疑より法定刑が軽い過失運転致死傷罪で起訴していました。遺族は昨日、飲酒の影響で正常な運転が難しかったとして危険運転致死傷罪への変更を求める要望書を前橋地検に提出しました。飲酒運転という項目が一つも入ってなくて、このまま行くのは納得できないものなので、私たちができることは何でもやろうという気持ちで過ごしていました。危険運転になれるように見届けていきたいとは思っています。遺族によりますと、担当検事から訴因変更に向けて努力するという趣旨の回答があったということです。政府の補助金縮小の影響で10月の電気代が大手電力10社のすべてで300円から400円程度値上がりします。大手電力10社によりますと、国の認可が必要な規制料金の10月使用分について全社で値上がりします。物価高騰対策として政府が実施していた補助金の縮小が要因で、値上げ幅が最も小さい北海道電力が324円アップ、最も大きい中部電力が403円アップです。また補助金の縮小で都市ガスの料金も大手4社すべてで値上がりします。補助金は10月使用分で終了するため、11月はさらなる値上がりが予想されます。大手銀行が従業員の副業を全面解禁です。三井住友銀行は10月から全従業員を対象に社外での副業を認めます。対象はおよそ3万人で、スポーツの指導者や語学の講師などとして外部企業で働くことを想定しているということです。本業と競合せず業務に支障が出ないことなどが条件で、月20時間までに限定します。副業を通じて従業員がスキルアップし、会社の価値や競争力の向上につなげる狙いです。東京上野動物園のジャイアントパンダリーリーとシンシンが明日中国に返還されます。最後の観覧日となった今日は朝から多くの人が訪れています。開園30分前ですが、最後にパンダを一目見ようと長い行列ができています。集まったファンに竹の葉を食べる姿を見せたリーリーとシンシン。2011年から上野動物園で暮らしてきましたが、2頭はいずれも19歳と高齢で、去年9月から高血圧の治療を続けてきました。
これ最高の最後のツーショットです。もやしと笑いを届けてくれる最高の2頭です。いやもうありがとうしかないですね。だから日本に来てくれたこと本当にありがとうと思ってます。やっぱり同じ時代に、ね、生まれてくれたのすごくもう感謝しかないです。リーリーとシンシンは明日生まれ育った中国に戻り治療を続ける予定です。自民党総裁選から一夜明け、石破新総裁は大臣や党役員の人事に本格的に取り掛かりました。総力結集を掲げる石破氏がどのような人事を行うのか注目されます。石破政権誕生した場合はどういう内閣にしたいというふうにお考えでしょうか。それは総力結集内閣っていうのはそのオールスター内閣って人もいるけど、それぞれの力が最大限に発揮される、そういう内閣っていうのかしら。国会も党も合わせて体制にしたいなと思いますね。昨日 JNN のインタビューにこのように答えた石破氏は、今日から大臣や党役員の人事に本格的に着手します。昨日の会見では自民党の四役人事をあさってまでに、組閣を10月1日に行うと話し、共に総裁選を戦った8人については最もふさわしい役職にお願いをするとしています。中でも総裁選で4位に入り、決選投票では石破氏支持に回った旧岸田派に所属した林官房長官については、要職での起用が取り沙汰されています。石破氏は今日側近の議員らと協議し、人事の調整を急ぐことにしています。自民党の新総裁に石破氏が選ばれたことは、中国や韓国でも速報で伝えられました。原来的那个国防那个什么的，原来好像负责国防的，没有什么太多印象，好像比较强硬的。中国の SNS の検索ランキングでは石破氏の選出が一時1位に。中国外務省の報道官は昨日行われた会見で、中日関係が正しい軌道に沿って健全かつ安定的に発展することを希望すると述べました。また韓国では、양국간의관계도좀개선이되지않을까그렇게생각합니다。韓国の政界関係者は、石破氏が憲法改正に強い意思を示していることが心配だが、日韓関係を台無しにするほどではないと考えていると話しました。韓国外務省は、日韓関係の肯定的な流れを続けていくため努力していくとコメントしています。自民党の石破茂元幹事長が新総裁に決まったことを受け、北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母早紀江さんが会見を行い、拉致問題を一番最初に一刻も早く解決してほしいと訴えました。本当にもう十何人の総理大臣の方にみんなお願いしてきたことで、今更という思いはありますけれども、まず拉致問題のこの40何年間という重い年月のことを一番にやるぐらいの気持ちでやらないといけないということをね、私たち家族も国民もみんな中国の方みんなそう願ってますから。北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母横田早紀江さんは、自民党の石破茂元幹事長が新総裁に決まったことを受け、拉致問題を一番最初の政策に、そして一刻も早く解決してほしいと訴えました。石川県能登地方を襲った豪雨から今日で1週間です。被害が大きかった現場では復旧活動が続いていますが、元日の地震と今回の豪雨により住民は苦悩を深めています。輪島市門前町の仮設住宅に来ています。高校生やボランティアによる泥の運び出し作業が続けられています。能登半島地震の後に建てられた輪島市の仮設住宅では、今回の豪雨で床上浸水の被害が出ました。今日は朝から地元の高校生が加わり、片付け作業に追われていました。流木やこんなもんな、触りようないしね、みんな入ってるしら年配ばっかりやけ。石川県内では最大で115箇所あった孤立集落が昨日解消されましたが、今も27の避難所で456人が避難生活を余儀なくされています。また輪島市で住宅4棟が濁流に飲み込まれ、中学3年生の木曽葉音さんと前川正治さん80歳の2人の安否が分からなくなっている塚田川の河口付近では、海岸での捜索範囲を広げ懸命の活動が続いています。豪雨による死者はこれまでに11人で、6人の行方や安否が分からないままです。地震からの復旧復興もままならない中、被災地を襲った今回の豪雨、支援活動の長期化が懸念され、被災者の心のケアも求められています。イスラエル軍は中東レバノンにあるイスラム教シーア派組織ヒズボラの本部を攻撃したと発表しました。ヒズボラの指導者ナスララ氏を狙った攻撃とみられています。イスラエル軍は27日レバノンの首都ベイルート郊外にあるヒズボラの本部を攻撃しました。大規模な爆発が起き、複数の建物が崩壊したとみられ、保健当局は6人が死亡、91人が怪我をしたと発表しました。複数のイスラエルメディアによりますと、攻撃はヒズボラの指導者ナスララ氏を狙ったものだったということです。現地テレビはナスララ氏が死亡した可能性があるとのイスラエル軍の分析を報じる一方、ロイター通信はヒズボラの関係者の話としてナスララ氏は生存していると伝えています。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は国連総会で演説し、ヒズボラに対する攻撃を続ける意向を示しました。Hezbollah began attacks against Israel, which forced more than 60,000 Israelis on our northern border to leave their homes. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice. その上で、イスラエルには脅威を取り除き、国民を安全に帰還させる権利がある。我々はまさにそれを実行していると強調しました。
イスラエル軍は28日も攻撃を行っていて、ヒズボラの兵器製造施設や司令部などを標的としたものだとしています。木原防衛大臣は中東レバノンに在住している日本人の退避に備え、自衛隊機を周辺国に派遣し待機するよう命じました。中東レバノンでは現地に拠点を持つイスラム教シーア派組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が続いています。防衛省によりますと、昨日上川外務大臣から木原防衛大臣に対し、レバノンに滞在する日本人の国外退避に向けた準備要請があったということです。これを受け木原防衛大臣は航空自衛隊の輸送機を周辺のヨルダンとギリシャに派遣し待機させるよう命じました。外務省関係者によりますと、レバノンには現在50人ほどの日本人が滞在しており、このうち国外退避を希望しているのは10人に満たないということです。アメリカを訪問中のウクライナのゼレンスキー大統領がトランプ前大統領と会談しました。トランプ氏は戦闘終結に向けたロシア側との取引の実現に意欲を見せました。会談はニューヨークで行われ、ゼレンスキー大統領はウクライナはアメリカの強さを頼りにしていて、だからこそ2人の大統領候補に会うことを決めたと訪問の理由を説明しました。I think we have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukrainians have to prevail. 一方、トランプ前大統領は、私はプーチン大統領ともとても良い関係なのですぐに解決できると思うと述べ、戦闘終結に向けたロシア側との取引の実現に意欲を見せました。今日未明、東京練馬区の住宅に複数の男が押し入り、住人の男性2人に怪我をさせ逃走しました。男らは取り押さえられた際、闇バイトですなどと話していて、警視庁は現場から逃げた少なくとも3人の行方を追っています。警視庁によりますと、午前3時前、練馬区大泉町の住宅で複数の男が住宅のガラスを割って押し入った後、住人の親子と揉み合いになり、その後逃走したということです。